げ物やめとけ。揚げ物を避けてね、ちゃんと。よいしょ。そっか、放つようにしてるのね。それはいいんじゃないよ。客的にもヤギ的にも。ああ全員がウィンウィンの関係じゃない。ここの施設の人は餌あげずに済んでさ、ヤギはいっぱい食べれて新鮮な草がいいしさ、ここら辺の周りの人はさ、みんなさ、触れ合いでハッピーみたいなさ、みんながみんなウィンウィンの関係。やっぱあれね、触れ合いという文字からこういうのを伝えたかったんだね。うん、深いんだよ。何？どうも。もうちょっと挨拶してよ。星野だから、そっか、挨拶するか、俺に。じゃまたラーメン食ってるよ。この味噌ラーメンうまい。これね、一番星野に似てんだよ。ベストオブ星野毛並み優勝をあげてもいい。おめでとうございます。いいの、星野、自分の、いいの、自分の毛並みをと同じような人物と触らなくて。お前とはまたいつか会う気がする。そういう？ごわっ。あいつの鎖の守備範囲はなんか異常に広いな、ね、あいつだけ範囲広くね。こっちからあっちまで行けるよね。ボスなんだよ。そこ限界値来るよ、そろそろ。あやんかな、うん、ヤギで区分けしてさ、ここら辺の雑草始末してくれっていう区画があんのかね。担当みたいな、今日の担当みたいな、今日はお前ここみたいな。で、とりあえずどうやらしたいことは、あそこの道からこっちの道にかけて雑草がよく生えるから、ここの道の整備をしたいみたいな。だから食べるついでに、整備するついでに食べてくれて、まあな、すごいよな。施設の人が一番すごいよな。だってさ、草むしりする手間と餌あげる手間両方省けるっていう、素晴らしいよな。だってただやることはさ、鎖を持ってさ、靴をつなぐっていうだけの仕事だからさ。そう、ヤギはもう分かってんじゃん、もう前ここでご飯を食べるみたいのが。だから多分さ、静かに出てくんじゃん。むしろもうポッて離したらもう自分の所定の位置につくまであるじゃん。うわ、すごいよね。よくやったと思うよ、このシステムは。無限食用システムだよ。すげえな。触れ合えるのか。すげえな。で、天文台までは行ってみようかな。そしたら一周すると思うんだよね。ただ、いつの間にかなんか道なき道を進んでしまったんだよな。道ないよ、ここ。まさになんかドラム缶風呂みたいにあるよ。ほら。なんだ。よいしょ。釣りしてるよ、星野。釣りしてるよ。釣れるかね。どうだろうね。カエルとかかもしれない。あ、カエル釣れた。かわいい。おい、釣ったのは食べろ。だからには食べろ。生き物に感謝しろ。お前連れてみろ。お前がカエル食べれないって言うんだったら、お前をカエルの餌にするぞ。お前はカエルだろ。うん、あ、ここしかいい景色撮れそうじゃん。お、なかなかいい感じ。いいよ。おお、いいよ。この風もいいよ。なかなかいいよ。なんかマイナスイオンをすごい感じれてるよ。気がするよ。マイナスイオンだよ。不思議な汚い心も浄化されていくよ。どう？浄化されつつある？さて、天文台の方へ行こうか、吉田君。まあ、やべえじゃん。さあ行こうか。じゃあ俺も猫かぶるよ、しがやろう。そうだね。いや、涼しいね。涼しいよね。うん、涼しいね。この風浴びたらなんかすごい心が爽やかな気持ちだったんだ。なんか心地いいよね。最高だね。
都内になかなかないからね、こういうの。こんなところなかなかないよね。いいね。ああ、工藤くんも来てくれればよかったのにな。工藤くんはね、まあ都合が合わなかったんでしょう。仕方ないね。うん、稲垣くんもこういうの好きそうだけどね。稲垣くんもロードバイクで走りそうだね。なるほど。おや、いいのがあるぞ。これいいんじゃね、なかなか。これが まず天文台見るか。森林浴の道だって。森林浴できるよ。正直ちょっと簡単にできるアクティビティとか言われている女性の中に人気、岩盤浴より森林浴の方が吉田は惹かれるところがある。今抜群に森林浴できてる感がある。すごい。星の教会隠れ星たんじゃん。星スタンでいいね。星野だしさ、スタンだしさ、キリシタン感もあるしさ、いいね。星スタンいいね、気に入ったね。星スタン誕生です。あ、じゃあ今度からさ、ほらなんかちょっとさ、星野のファンって言うと恥ずかしいじゃん、うん、隠れ星スタンって呼ぼういいじゃん。じゃあ星野のファンのこと星スタンって呼ぶね。で、もともと星野大好きなんだよってやつは HU の中で星スタンって呼ぶよ。で、いや嫌いじゃないけど好きでもないよねって言ってるけど、実は隠れで一番星野が好きなんだよなってやつのことを隠れ星さんって呼ぶから、うん、すげえなこれ、この道。これはなかなか取り替えのある道じゃないよ、星野。これ俺先行かない方が良かった系だな。えい、なんでだろうな。え、ライトつけてんじゃん、うん、なんか吉さん近くでなんか光り輝くもんライト起きるか